どうもみなさんこんにちはこんばんはナッツです。えー、本日はディビジョン2の動画なんですけども4月5日に入るアップデートのワールドクラス5が解禁されるんですけどもそれまでにやっておくべきことというかねやっておいた方が良いこととやらなくてもいいかなっていうようなことを今回はお話ししていこうと思います。まず大前提として4月5日ワールドクラス5が解禁される際はここ タイダルベイスンっていうところをね、この拠点を落とすとワールドクラス5を解禁されると思うんですけども、ここに必要条件として装備スコア425とあるんですけども、画面左側ですね、ちょっとちっちゃいんですけども、425ってありますので、425に今届いてない方は425以上を目指してね、今は装備スコアを上げていくのが先決かなとは思うんですけども、もう450いっちゃってね、 装備厳選とかずっとされてた方っていうのはこれから、えー、今ね装備が整ってないにしてもえー、厳選した装備があっても上限が500になってしまうので今厳選したアイテムもほぼほぼゴミになってしまうと思いますので今は源泉はちょっと控えた方がいいかなと控えた方がいいというよりはまあどうしても、ね、やることない方は全然そのまま厳選進めててもいいと思うんですけどもあまり、えー、メリットはないと思います。 ということで、じゃあその間何しようかなっていう方もね、たくさんいると思います。なので、えー、個人的にこんなことをやってるよっていうようなことをね、今回はご説明していこうかなと思います。まずは、えー、武器モッド集めですね。えー、武器モッドって、今回結構いろんな種類がたくさんあるんですけども、えー、例えば俺がやってるのは、コントロールポイントの、えー、警戒度を3にして回しまくる。 っていうのを、えー、やって武器モッドをね、いろんな種類のたくさん集めてるんですけども、中にはね、えー、結構必須級になってくるであろう強力な武器モッドもあったりするので、えー、そういうのをね、の、えー、ドロップというか、獲得を目指して今回してる感じです。えー、コントロールポイントの、えー、警戒度の上げ方なんかは別の動画で説明しておりますので、えー、見てみてください。他にも強力な武器モッドのね、入手方法などを,を上げている動画もありますので、よかったら過去動画見てみてください。 ということで、えー、1つ目としては、コントロールポイントの警戒度を上げて、武器モッドを、えー、今のうちにね、獲得しておく。で、えー、2つ目なんですけども、エキゾチック武器の、えー、部品ですね。今はエキゾ武器を集めてても、結局、上限が変わってしまうので、500ぐらいの装備スコアになってしまうので、それから、えー、また集め直すことになってしまうので、 今は一度、エキゾ武器の周回をするというよりも、えっと、部品を集めて作る系、チャッターボックスだったり、あと、ハンドガン、ちょっと名前出てこないんですけど、ハンドガンね、とかだったりの、えー、部品を集めて、クラフトを前で止めておく。っていうのがね、えー、今はいいのかなと。で、上限が500開放されて、で、えっ、ー、と、400、今は上限40だったかな、そういうクラフト系の武器は。それの上限が上がってから作るとか。 っていうののために今は下準備をしておくのがいいいかなと思います、はいえー、あとはまあやっておいた方がいいっていうことではないんですけどもまあそういうのもねある程度住んでる方もいらっしゃると思いますあとはね、えー、それだけだとちょっと時間た持たないかなっていう方は、えー、やっておくべきというよりはハンターえっ、ー、と13体ぐらいいるんでしたっけハンターってハンターの、えー、マスクとかね 鍵アイボリーの鍵でしたっけちょっと鍵の名前違うかもしれないけど、えー、鍵集めとかハンターのマスク集め、まあ、コレクションみたいな感じになっちゃうと思うんですけどそういうのをやっておくとかっていうのもすごくいいのかなと思います。あとはねいろいろあの何、ー、だろうスペシャリゼーションの、えー、っと経験値というかねスペシャリゼーションの強化をしておくとか まあそういう細かいことになってってしまうんですけどもちょっとしたアイテム集めとかね例えば武器のスキンとかえ服装アバターみたいなものをちょっと集めてみるとかあとはハイエナの鍵集めとかを今のうちにしておくと後々えー装備スコアがね500になった時にとても便利かなと思いますのでそういうことを中心に遊んでみてはいかがでしょうか。 ということで、えー、本日は非常に簡単ではありましたが、ワールドクラス5解禁前にやっておきたいことと、えー、やらなくてもいいんじゃないかなと思っていることをお話ししてみました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、えー、皆さんでね、ワールドクラス5解禁楽しみに待ちましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。